次に5番、堀ゆずる議員。失礼します。今議会最後の一般質問となりますが、どうぞよろしくお願いをいたします。まずはじめに高齢者福祉について質問をします。少子高齢化社会と言われて久しくなりますが、その度合いはますます大きくなっています。2025年には国民の4人に1人が後期高齢者、75歳以上になると言われています。その中には介護支援を必要とする方も相当数おられると思います。高齢者をみんなで支えるとして介護保険制度が2000年に導入されました。しかし現在介護保険料は制度導入時の2倍となり、サービス利用料も原則1割から2割負担へとする案が検討されています。必要があっても介護サービスを受けられない介護難民という言葉まで生まれています。市は3年ごとに見直される介護保険料を据え置き、サービスの拡充に努めていただいておりますが、高齢者およびその家族はそれでも大変です。市はこの3月に第9期辰野市高齢者福祉計画および介護保険事業計画を策定し、高齢者福祉へ取り組む姿勢を示していますが、その内容について確認をさせていただきます。高齢者の増加に伴い、介護を必要とする人も増えてきます。市の計画では、医療・介護の連携強化を含めた地域包括ケアシステムのさらなる進化・推進が必要としていますが、具体的にどのような計画を考えているのでしょうか、お尋ねします。また介護が必要な人に対して適切なサービスが包括的かつ効果的に提供される必要があり、その支援を行うとありますが、どのようなことを考えているのでしょうか、お聞かせください。次に、地域包括支援センターはケアシステムの中核的機関として機能しなければなりませんが、どのような職員を配置し、どのような業務を行っていくのでしょうか、お尋ねします。次に、介護に関する課題の一つに介護現場の人材不足があります。業務の大変さの割に他の業種と比べて低い職員待遇があります。ある訪問介護の事業所は、募集をかけても現在の時給では応募者がいなく、職員も高齢化が進んでいる状況だと言われています。市はこの計画では介護現場の労働環境や処遇の改善に取り組むとありますが、どのような取り組みを考えているのでしょうか、お聞かせください。次に、辰野公園整備事業についてお尋ねします。新型コロナウイルス感染症が5類に移行後、外出自粛から解放され、多くの方々が観光を楽しんでおられます。この辰野市にも多くの方々に来ていただき、楽しんでいただいていると思います。辰野市には全国に誇れるものがたくさんあります。その観光拠点の一つに辰野公園があると思います。市は今年度辰野公園動物園事業が計画されています。その内容はどのようなものでしょうか、またその事業の範囲はどこまでを考えているのでしょうか、お尋ねします。またこの地域には桜や紅葉などの景勝地としてだけでなく、文化的碑も多く存在します。その散策コースを整備し、広く PR する必要もあるのではないかと思いますが、どうでしょうか。この辰野公園を観光拠点として PR する中で、観光客への対応として今現存する建物、例えば赤トンボ荘、桜道、動物園、
駐車場等の扱いはどのように考えておられるのでしょうか。以上よろしくお願いします。健康部長。5番堀譲議員のご質問のうち1点目の高齢者福祉と市の取り組みについてのうち、まず1番目のご質問の地域包括ケアシステムのさらなる進化推進として具体的にどのような計画を考えているのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、日本の高齢化は世界に類を見ないスピードで進行しており、本市においては団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には高齢化率は 40% を超えると推計されています。また認知症や寝たきり等の要介護者や独居高齢者、高齢夫婦のみの世帯の割合も増加が見込まれる中、高齢者が地域の中で切れ目のないサポートを受けられ、本人の希望に沿って安心して暮らせる環境を整備することが必要です。本市では介護、医療、介護予防、生活支援などが切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に取り組んでおりますが、今年度からの第9期辰野市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画におきましては、2040年を目途にそのさらなる進化推進に努めてまいります。その具体的な取り組みとして、まず要介護状態にならないよう介護予防、フレイル予防に効果的な生き生き100歳体操に取り組む高齢者をさらに増やすべく、未実施地区での体験会や活動休止解散グループへのアンケート調査及び活動再開に向けての働きかけを行うとともに、健康課と共同しタブレットを用いた認知機能チェックや血管年齢測定等の健康相談会を実施し、閉じこもりや孤独・孤立の防止を図ります。また医療と介護の両方を必要とする高齢者が本人が望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療ケアチームと繰り返し話し合う人生会議についてその意義や内容を広く周知するほか、エンディングノートの記載内容を見直しより充実したものとします。また在宅介護と医療に関わる介護支援専門員、医師、看護師、薬剤師、サービス事業所など多職種の連携とネットワークの強化に取り組んでまいります。次に2番目のご質問の介護が必要な人に対して適切なサービスが包括的かつ効果的に提供される必要があり、その支援を行うとあるがどのようなことを考えているのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、要支援認定者等が要支援状態の改善や要介護状態になることを予防し、住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らすことができるよう、介護支援専門員が本人の意向や心身状態等を分析し、自立に向けたケアプランを作成するとともに、効果的な介護予防サービスの提供や民間サービスの利用支援、関係機関との連携、地域の支え合い等を含めた包括的な支援体制を構築する必要があります。今後も適切なケアマネジメントを実施するため、地域包括支援課と介護支援専門員が連携し、医療介護等の多職種による事例検討等資質の向上に向けた取り組みを行ってまいります。また介護認定調査員を対象とした研修等を行い、介護給付の適正化に努めるとともに、ケアプランに関する専門知識を有する業者に点検・調査を委託することにより、適切なサービス提供の推進に努めてまいります。次に3番目のご質問の地域包括支援センターにどのような職員を配置し、どのような業務を行っていくのかについてお答えいたします。地域包括支援センターの職員配置の基準につきましては、介護保険法施行規則に規定されており、令和6年6月1日現在、本市地域包括支援センターには保健師6名、社会福祉士2名、および主任介護支援専門員2名の
ほか、看護師3名、作業療法士1名を配置しています。これらの多職種がチームとなり、介護予防支援、総合相談支援、権利擁護業務、介護支援専門員の支援、地域における連携と共同体制づくり、在宅医療、介護連携及び支え合う地域づくりの推進と認知症支援業務を行ってまいります。いずれにいたしましても、福祉、医療、保健の連携のもと、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って最後まで暮らしていく暮らせる町づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。副支部長、引き続きまして4点目のご質問の介護現場の労働環境や処遇の改善にどのような取り組みをしているのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、我が国の高齢者人口は年々増加しており、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となり、さらに生産年齢人口が減少していくことが見込まれております。このような中、介護を担う人材不足、介護支援ニーズの多様化等が大きな課題となっており、令和6年3月策定の第9期辰野市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、人材の確保に向けた取り組みや介護現場の生産性向上に向けた取り組み等を推進してまいります。市が実施する具体的な取り組みといたしましては、福祉資格所得に要した経費の一部を補助する事業や、介護予防日常生活支援総合事業における訪問型サービス従業者の養成研修を継続するとともに、本年度から訪問看護師、訪問介護員の安全確保と離職防止を目的に、利用者やその家族等からの迷惑行為等により、やむを得ず2人で訪問しなければならない場合の費用補助を実施いたしております。また県が実施する取り組みといたしまして、介護従事者の負担を軽減し、事業の効率化を図るための ICT 機器の導入、職場環境の改善として介護ロボットの導入や簡易陰圧装置設置等の補助事業があり、市としましても管内事業所への情報提供等周知を図っております。いずれにいたしましても、国や県と連携し、多様な人材確保や育成、生産性の向上を通じた労働負担軽減を推進するなど、介護分野で働くことが魅力的に感じられるように、介護現場の労働環境改善の処遇の改善に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。議長、都市政策部長。都市政策部長。引き続きまして2点目のご質問の辰野公園整備事業についてお答えいたします。まず1番目のご質問の令和6年度に計画している辰野公園動物園事業の内容と範囲についてでございますが、本市の総合公園である辰野公園の子どもの広場におきまして、誰もが一緒に楽しく遊べるインクルーシブ公園の整備を進めております。本年度はインクルーシブ遊具を設置し、来年度は多目的トイレ等を整備する予定でございます。動物園につきましては、動物の生態や健康に配慮した飼育方法を来園者に知っていただくことで、動物への理解と関心を深めながら楽しめる動物園づくりを進めております。また動物飼育頭数の減少により得られた獣舎スペースにつきましては、
体調不良動物の隔離スペースやバックヤードとして利用し、飼育動物が健康で快適に過ごせる飼育環境づくりに取り組んでおります。次に2番目のご質問の散策コースを整備し PR する必要もあるのではないかにつきましてお答えいたします。議員ご承知の通り、本市では観光マップや観光パンフレットなどを作成するとともに、辰野地域においては文化的な碑を盛り込んだ散策コースを紹介しております。今後は散策コースを随時補修するなど観光客へ広く PR してまいりたいと考えております。次に3番目のご質問の観光客への対応として、赤トンボ荘、桜道、動物園、駐車場等の扱いにつきましてお答えいたします。赤トンボ荘の今後の利活用につきましては、辰野市国民宿舎赤トンボ荘利活用検討委員会で民間資本による活用を検討しております。桜道は機能を下河原倉茜に移すこととしており、今後公園利用者や観光客が活用できる施設を検討してまいります。動物園は現在飼育中の動物を終生使用する方針としており、整備中のインクルーシブ公園と一体的ににぎわいの創出を図りたいと考えております。辰野公園の駐車場は主に公園利用者の駐車場と考えておりますが、観光客の方にも散策コースの奇襲点として利用していただければと考えております。いずれにいたしましても、辰野公園は四季折々の風景を楽しめるゾーンとして、ファミリー層から活動的な中高年層までが幅広く親しまれるように案内機能の強化や PR を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。堀議員、第9期の計画書を見せていただきました。で、今部長の方からもルール細かい説明がいただきました。で、もう自分もそろそろ就活を考えたときにどういうことがでしてもらえるんだろうかというような思いで、再度熟読をさせていただきました。で、いろいろ説明がありました。で、地域包括ケアシステム、これはもっと分かりやすく言うと、組織体制、そういうものではないかなと思います。それぞれの連携を取りながら切れ目なく提供していくということで、その、方向性も示されていました。で、その中で、今度は具体的にそれを実践していく施設として、言われているのが地域包括支援センターかなと思います。ちょっと質問の順番逆になりますけど、地域包括支援センターでは具体的などういう業務を行って、今職員の説明はありました。で、もう一度業務内容はどのようなことになっていくでしょうか。健康部長。地域包括支援センターにつきましては、市町村が設置の主体となっておりまして、先ほどご説明を申し上げました、保健師等の専門職を配置した上で、その3職種のチームアプローチによりまして、地域高齢者の総合相談とか権利の擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助等を実施していくものでございます。堀議員。それでね、実はその、ページの下側にもう一つ在宅介護支援センターというのもあった。で、これとの違いは何かあるんでしょうか。健康部長。在宅介護支援センターにつきましては、市内の5カ所、中学校区の5県域に設置をしてはありまして、それぞれと地域包括センター契約をいたしております。で、地域包括センターの業務も、
業務と合わせてその他の業務といたしまして、要援護高齢者の実態の把握でしたり介護の教室、福祉用具の展示相談等をやっていただいております。また地域包括支援センターと在宅介護支援センターにつきましてはお互いに連携を図りながら、在宅介護支援センターは地域の皆さんの声が聞き取りやすい分野ということで、包括につなぐ窓口としての役割も果たしていただいております。堀議員、高齢者の皆さんがまず行かれるのは、包括支援センターよりも、近くにある在宅介護支援センターというふうに捉えたらいいでしょうか。健康部長。地域の方でのその在宅介護支援センターを利用していただくことも可能ですが、そちらで全ての業務を賄えるものでもございませんので、地域包括の方に直接来ていただいても構いませんし、そのような方もたくさんおられます。堀議員。で、高齢者にとってまず困るのは、どうしたらいいかわからないんですね、家族の人にとってもね。で、その時にまず一番になってくるのが、やっぱり相談に来てほしいんです。我々もまず一人で悩まないで、やっぱりいろんなところ相談してください、シーラリーなんか相談してくださいと。で、今、在宅介護支援センターも、その包括支援センターも、相談業務というのも大きな役割の一つだと思いますけれども、その相談業務には、どのような体制で取り組んでいただいてますか。健康部長。相談体制といいますのは、それぞれ の職種保健師とか、専門職、社会福祉士、あと、看護師とかいろんな職種のものがおりますので、それぞれの分野でご相談がある分についてはお伺いいたしますし、その他いろんな部署、他の部町内の部署との関連がある相談等もありますので、その場合は地域包括が主となって、司令塔となる形での相談を受ける形で、できるだけいろんな場所に行って相談しなくても、その一つの場所でできるだけ完結できるようにご支援いたしております。堀議員。本当にこう高齢者介護が必要になってくると、その本人さんもそうやけど家族が大変なんで、どうしたらいいかなというのがこう本当にこう迷いがあります。自分たちもそういう年になってくるんですけども、その前に私もその体験する中で母親をもう送りましたけども、親がやっぱり入退院を繰り返す中で認知症が出てきた状況がありましたし、でどうしたらいいのかなということで、とにかくもう私は多少福祉の経験がありましたので、これはもう家庭ではもうとても見られないということで、施設入所を探していきました。その時代は介護保険制度がまだ入ってませんでしたので、措置に制度でしたので、いろんなホームを探して申し込みをしていく中で、なんとか近くの老人ホームに入って、そこで落ち着いていく状況になりました。ですから本当にこうどうしたらいいかをもう戸惑うんですね、この我々その高齢者を抱えてくると。その時にやっぱり身近な形で相談に乗っていただきたいと思いますし、でその相談の中にも実は介護保険制度のことが全て分かっておられる方ばかりではありませんので、でこういう状況の時にまずは介護認定を受けてもらう必要があると思うんですけども、ただ介護認定を受けるのにあたってどうですかな、いろんな調査ありますね。身辺調査の手足の動き、ADL 調査とかいろいろあるんですけども、そんなことも含めて、認定をしてもらうわけなんですけども、で、それにあって、サービスも提供されていくわけなんですけども、その、介護認定の受ける手順はどのようになっていますか。福祉部長。はい、まず、家庭の中で、親御さんなりが、体が思うように動かなくなってきたというような話がございましたら、まず市役所の方に、そういう介護なりを相談したいという形でお越しいただきますと、まず私この方の、認定調査員というものがまずそのご自宅の方に伺いまして、どのような
今の状況がどうなっているのかということを聞き取りをしながら、またそれも本人さんだけではなくて家族の方にも聞き取りをしながら、調査をしていきまして認定をしていくという形になっております。堀議員で、まあ、介護認定は、まあ、いろんな中で、まあ、約、まあ、一月ぐらいかかるかな、認定が出るのに一月ぐらいかかる予定です。で、養子縁なり、介護なりの認定を受けられる場合もありますし、これは認定外だなという場合もあるんじゃないかと思うんですね。で、そういう場合に、まあ、いわゆる、まあ、介護保険サービスの、まあ、被害と該当しないようなケースもあるんじゃないかなと思うんですけど、そういう場合はどのように相談されてますか。副支部長。介護認定がもし受け入れなかった場合なんですけれども、介護予防日常生活支援総合事業という事業がございまして、要支援の1、2以外の方でも、事業対象者と、まあ、その場を判断しまして、これは認定までは至らなかったけれども、何かしらの援助がいるんではないかという方につきまして、そういうふうなサービスをする、訪問型のサービス、それから通所型のサービスを用意してございます。堀議員。辰野氏が作っていただいた介護保険便利帳、これに、まあ、いろいろ細かく書いてありますので、まあ、相談を受けられたときは、まあ、こういうものも渡しながらね、また相談を受けていただいて、で、今言われたように、介護保険サービスのに該当しない場合も、本当にこう困る部分がありましてね。で、今、部長が今、いろんな予防的なもので、いろんな対応ができるということでした。で、そこで困るのが、困るというか、最近はちょっと認定がされてきたんですが、介護保険が導入された当時は、認知症はなかなかその介護、要介護の認定の対象になかなか入れてもらえなかったんです。だから、認知症があっても、体が動けば、なかなか介護認定が受けにくい状況があったんですけど、今、認知症がこう本当にこう認知まあ、話題といいますか、まあ、全てにまあ周知していただくような状況になってますので、介護認定をする上で、認知症はどの程度、加味をされているんでしょうか。副支部長。介護認定にあたりましては、まずその生活がどれほど困ってらっしゃるかというところがまあ基本的になりますので、それはもう体が不自由な場合で生活困っているの方も、認知症により生活が困っている方も同等でございますので、今は同じような形で、どういう生活の不便性が出ているのかということを加味しまして認定をしております。堀議員。認知症もがいろいろ問題になっていますし、私の母も、まあ、認知症が出ないんですが、あんまりその介護認定の部分ではなかなか、それが、対象されにくい、なかなかこう調査といいますか、聞き取りしかできないですのでね、家族の聞き取りでしか、今、いわゆる部長が言われたように、これではこういうので困っとんだというのは、もう家族の聞き取りしかできませんので、どこが動かない、何ができないということじゃなくなってきますんで、なかなか認定難しいんで、その辺も今、多く問題になってますので、介護認定をする場合に、認知症の部分も十分に配慮していただきたいと思います。で、まあ、そうして介護認定がされました。それでついに、今度それに合った支援をしていく場合、今度個々のニーズに合った支援をしていくわけですけれども、で、先ほどありましたけれども、まあ、ケアプラン、支援計画というのを立てていくわけなんですけれども、これは、まあ、ケアプランというものですけれども、これはどのような形でこうされていきますか。副支部長。はい、市に、おります、ケアマネージャーとか、あとはその各施設にもケアマネージャーがおりまして、この介護、まあ、介護度によりまして、そのいろんな選択肢なり、費用なりが発生するんですけれども、それも含めまして、この方にはどういう介護、手立てが一番必要なのかということを、そのプランを立てていただいて、その立てたものに対しまして、市の方が承認をする形で、進めてまいります。堀議員。で、ここで問題になってくるのがね、まあ、
ケアプランを立てました。まあ、専門家、まあ、ケアマネージャーを中心にケアプランを立てました。支援計画を立てました。で、しかし、本人さんの希望、あるいは家族の希望とちょっとずれる場合があるんじゃないかなと思うんですね。介護保険制度ではこういうプランを立ててこういうサービスが必要ですよということにはなるんですけども、これは専門的なみんな見れるんですけども、ところが家族の場合あるいは本人さんが受けたいものと若干違っていたりするようなことはありませんでしょうか。副支部長。はい、当然そのケアプランを立てるときには本人さんなり家族の方の希望を聞きながらやっていくのが原則でございます。ただし、しかしながら、例えばですね、養護老人ホームでしたら、要介護3以上の方じゃないと入れないとか、まあ、そういう制度的な縛りもございますが、そういう場合は、地域密着型のサービスで、お泊まりできるようなところもありますので、そういう、なるべくその意向に沿うように、制度の中で何かないかなという形を探す形で、対応していると考えております。堀議員、まあ、ぜひそういうふうにしていただきたいんですけども、私の、まあ、おばなんですけども、もう90になるかな、ケアプラン立てていただきました、それでデイサービスに行くように、何週行きました、行かないんですね、そんなとこ行きたくないとかいうようなことがあって、もう家族は困っている状況がありまして、ちょっとずつ、まあ、今は慣れて行ってくれているんですけども、なかなかこう、デイサービスのそういうようなところへ行くのがこう嫌いやとか、それから、みんなの、そんな年寄りばっかし集まるとか、自分年寄りのくせに、自分年寄りがいっぱいおるところへ行きたくないとか、もうわがまま言ったりするんですけども、もうそういう状況だったら、あるんですね。もちろん家族は説得しようと思うんですが、なかなかうん言ってくれないような状況があります。だからそういう場合もあるので、そういう場合のことも考えて対応をどうなして考えていただくでしょう。副支部長。その方のためだと思って作ったプランにを作るんですけれども、まあ、本人さんがそれに、行きたくないと言われた場合はですね、まあ、当然そうですね、ケアプランを立てたケアマネージャーとか、そういう方が当然責任を持って、それではどういうものが今 の, その方の気持ちに沿うような、希望に沿うような、介護になるのかという形で聞き取りをしながら、プランの変更をするとか、こういうことが必要やから絶対行ってもらった方がええよという説得をしてもらうとか、そういうような形で、進めていくしかないかなと思います。堀議員。そういうケースやってありえますので、またよろしくお願いをしたいと思います。で、まあ、ケアプラン立てる段階で今言いました介護事業所を利用する場合 がケアプランの中に入ってくると思いますけども、そういう施設サービスについてはどのように考えておられるでしょう。ちょっと難しいな質問がね。ケアプランの中では例えばデイサービスだけじゃない、いろんな施設がありますね。介護事業所がありますので、それぞれにあった施設を案内されると思うんですが、それはどのようになってますか。副支部長。はい、先ほど議員も言われました、介護便利帳を見ていただくといろんなサービスがございます。当然ケアプランを立てる場合では、こういう場合はこういうとこ行けますよとかいう形で親切な説明をしていると思います。例えば地域密着型サービスという、この分でしたら、まあ、辰野市内の方に限定はされるんですが、小規模多機能型、居宅介護事業所でしたら、通いも訪問も短期の宿泊等もいっぺんにできると、そういうような、施設もございます。その各施設によっていろんなサービス、受けられるサービスがございますので、それを丁寧に説明しながら本人さんの希望と合わせた形でプランを選んでいてもらっていると思っております。堀議員。32ページにね、地域密着型サービス、いろんなサービスが施設が書いていただいたんです。で、名前がね、いろいろあってなかなかこう理解しにくいんですね。で、まあ、部長言われたように、多機能サービスとかね、小規模多機能ってどういう意味なのか、いろいろなのがあったりしますけども、多機能
サービス、小規模多機能型サービスとかあるんですけど、これはどういうものなんですか。福祉部長。まあ、いろんなサービスがある中で、例としまして、この小規模多機能型居宅介護という制度がございます。32ページ目の一番上でございます。これは普通でしたら、この施設はデイサービスに行くだけ、とか、この施設からは訪問看護に行きますよとか、この施設は入所でお泊まりですよという形で、それぞれ分かれる場合もあるんですけれども、この地域密着型の多機能、小規模多機能というのは、名前の通り小規模、少人数で、きめ細やかなサービスをしますと、その中で多機能ということで、先ほども言いましたが、訪問もできる、短期の入所もできる、という形で、いろんな制度を組み合わせれるというのが、この小規模多機能型居宅介護でございまして、33ページに、そこに看護小規模多機能型居宅介護というのがございまして、このここに看護がついているのは、訪問と通い、それから宿泊の余分に訪問介護が受けれるというところがこの文でございます。でもそういうような形で、まあ、文字を、この文章をもうちょっとに結構詳しく書いておりますので、またご覧いただきたいと思います。堀議員、はい、まあ、単純にその多機能やからいろんな種類が あるというふうに、まあ、受け取ったらなと思います。で、今現存施設に施設事業所があると思いますけれども、今現状この施設の数で、まあ、間に合っているというか受け入れ体制は取れているというふうに捉えたらいいでしょうか。福祉部長。先ほど紹介しました地域密着型サービスにつきましては、今の体制でそのままいけるというふうに考えております。しかしながら、よく聞かれます特養という特別養護老人ホームにつきましては、入所待ちの方が今だいぶいらっしゃいますので、まあ、ただしこれは1個建てるのにもう億単位の話になりますので、すぐに増やすということもできないですし、民間の皆さんにお願いしてもなかなか進まないところでございます。十分だということは言えませんけれども、なんとか今の中でやりくりをしていきたいと考えております。昼食休憩時間になっておりますが、引き続き会議を続けます。堀議員。で、この計画の処理の中でね、今言われた小規模多機能、居宅介護事業、それから看護の小規模多機能居宅介護事業というのが、なんかこう、利用が進んでない事業があるというふうに言われてるんですけど、書いてあるんですけども、それはどういう理由でしょうか。福祉部長。今ですね、小規模多機能型の方には利用率が 73%、それから看護小規模多機能型居宅介護の方が 69.9% ということで、100% に届いてない状況になっております。で、なぜかなということを、まあ、今回、9期の介護保険 の計画を作る中で考えたんですけれども、まず一つ目が、先ほど説明したとおり、小規模多機能の場合は、泊まりも訪問も、看護もすべてできるという中で、こういうすべてを利用しようとする方にとってはとてもいい施設なんですけれども、いや私は週に1回だけデイサービスに行くだけでええんやとかいう形の方でしたら、やっぱりこの小規模多機能の施設を選ばずにデイサービスの専門の施設の方へ選択されるというところもございます。またこの小規模多機能は月額制でございまして、いろんな種目をいっぱい受けたいという方にとってはとても割安のいい制度なんですけど、先ほど言いましたように週に1回だけデイサービスを受けたいということがの場合ではその割高になってしまうというようなこともございます。それと、通常のデイサービスでしたら15人に1人の職員の配置で、業務が進むんですけれども、きめ細やかなサービスをするためにこの小規模多機能では3人に1人の職員配置ということで、そのハードルも多くございまして、その分だけ定員数をあまり多くのことを
に上げられないというようなそのこともございます。そういうような形で、なかなかここのサービスの利用が 100% に近づいていないのではないかというふうに推察しております。堀議員。そういう状況がありました。で、各施設の事業所の状況なんですけれども、労働環境や処遇の改善をしていくという中で、今は資格取得 の奨励をするとか、研修とか、だからロボットのいろんなことでの、改善を考えているということでしたが、ちょっと質問はその最後の4番目に入りますけれども、4月から介護報酬が引き下げられました。でこのことによって、やっぱり事業所の声が、先ほど言いましたように、なかなか大変な状況があります。で、やっぱり小規模事業所はもう経営難に陥っている状況、だから在宅介護の基盤がもう壊滅的になるんではないか、なんかヘルパーの仕事を甘く見られているという、そういう気持ちになるというようなことも、状況があったんですけれども、で、これは東京商工リサーチの調査なんですけれども、この1月から5月の間で、72件の倒産が起こっています。でこれは前年度の 75.6% 増です。で、この介護報酬の引き下げによって、こういうことが起こってきています。で、辰野市では、この事業所のそういう状況は起こってきてないでしょうか。福祉部長。市内の介護保険の事業所につきましては、令和5年度末に、ケア訪問密が、これを計画的な形で廃止にはなりましたが、それ以外、民間の方につきましては、廃止というようなことは聞いておりません。堀議員。全国では起こってきてます。で、前、部長と話したときに、増えてますよって、私は、実は厚労省の数字はそうなってる。何年増えてるか、増えてるところは、大都会とか大規模の事業所は増えてるんです。そういう事業所が増えたんですが、反対に小規模な事業所、それから地方の事業所はもう8000何本減っているんですね。だからそれプラスマイナスしたら数は増えているんですけども、本当にこう自治体の中では大変な状況が起こっています。で田舎の小さな町になってくると、その介護保険の事業所がもうゼロのところもあったり、1か所しかないようなそういう状況も起こっていますので、またそういうことも含めて、地元の辰野市内の事業所への支援というのも、また今後また検討を考えていただいたり、また相談に乗っていただけたらと思います。で一番は何といっても前から言いますが、相談なんですね。で本当にこう高齢者抱える保護者は困って相談をするんですけども、一つ相談があったんです。こんな例があったんです。これは辰野市じゃないんです。姫路の知人からの相談だったんですが、これもちょっと考えてほしいんです。こんなこともあるんかなと思ったのは、70代のもう夫婦です。で、子供さんおられません。で、奥さんがもう、だいぶ前からもう認知症で、それでご主人がもうずっと仕事を何なりも連れ回していった、行って見ながら関わっている状況でした。そのご主人が癌になりました。で、癌で入院しなければならない。そういう状況になりました。で、この奥さんの介護認定を受けてますかって聞いたら、受け取れないけども、要介護2になったばかり、だから施設入所できないんですね。で、彼が、ご主人が入院しているとき、あるいは時には、この奥さんを誰が見るかとなってくると、入所できないんですね。で、どうしたかと、ケアマネージャーに相談しながら、なんとか入れるようなところを探したとか、しかしそれは実費になったりしますので、そういうケースも起こりうるんじゃないかなと思うんですけども、そういう場合、辰野市はどのように考えられますか。福祉部長。先ほどのようなケースの場合ですね、急遽ということになりますので、介護認定を受けていらっしゃる方につきましては、まずショートステイなりを入っていただいて、そこで様子を見ながら、そのご主人、介護してたご主人様がなかなか病院から出てこないと、出てこれないということになれば、入所ということを考えていきます。で、先ほど要介護2ということを言われたんですけれど、先ほども紹介しましたけれども、地域密着型の小規模多機能型の居宅介護の方でしたら、要支援1から入ります。それから認知症対応型共同生活介護、俗に言うグループホームですが、これにつきましては、要支援2から
入れるという形になりますので、前も先ほども言いましたけれども、その方のなんとか対応できるように いろんな施設なりを探しながら対応していきたいというふうにいけると思います。それからもう一点、すみません、これはちょっと今の質問とは違うんですが、先ほど議員さんの質問の中の介護報酬の改定という言葉が出ましたので、もう一度だけちょっと言わせていただきたいんですが、本年4月に介護報酬の改定が実施されまして、これは介護職員の処遇改善加算というものが盛り込まれたものでございまして、令和6年度に 2.5%、 令和7年度に 2% のベースアップを見込んだ改定というふうに私こちらの方は聞いておりまして、これによりまして処遇改善も賄えるし、介護事業所の方も少し楽になる改定になっているのではないかと、こちらの方は考えております。堀議員、我々の資料ではもう引き下げであったで、まあ、もともとが低いですからね。ですからで、もともとはやっぱり赤字のところもたくさんある状況がありますので、まあ、そういうこともあって、今の状況が起こっていることなので、また検討をしていただきたいと思いますけれども、この資料の中にも、ありましたね、介護サービスの事業者へのアンケートを取っていただいてます。でそれを見ますと、人材不足が懸念されるのが17法人、事業自体の収益が見込めない法人が15法人、この時点ね、この調査をされた時点では、この数字がありますので、事業所はそういう状態のところもあるということは、認識をしていただきたいと思いますんで、報酬が上がったりは、なかなか、そうだ、思わ取れないような事業所もたくさんありますので、またその辺を検討していただきたいと思います。高齢者家族だけでなくて、高齢者自身も自分の介護問題で不安を抱えています。まずは相談からです。何かが起これば気軽に相談ができる場所の周知とその体制の拡充を求めます。そしてその内容は一人一人すべて違います。介護内容や家族間の問題など、あらゆる問題が関係をしてきます。専門性を生かして親身な相談をお願いをして、次に移ります。次に、タスノ公園の問題です。で、まあ、資料を見ますとインクルーシブ公園、このインクルーシブが分からなくてね、で私は古いパソコン使ってたらインクルーシブこれ変換しないんです。で、困ったなと思って、国語辞典もう古い国語辞典も載ってません。で、まあ、ネットで調べました。インクルーシブ。まあ、障害の有無や国籍などに関わらず、あらゆる子どもたちが一緒に遊べる環境がある公園だという。で、この、事業の説明の中にも、市の資料も見ますと、まあ、全年齢を対象にした公園だということで、まあ、世代間を超えてというような意味もあるんじゃないかと思います。で、この公園の整備は、今言われた、範囲がもう一つ分かりにくかったんですが、範囲はエリアね、この事業の対象エリアはどこになるんでしょうか。都市政策部長。都市政策部長。範囲につきましては、目印としてしましては桜道の南側に駐車場がございまして、その駐車場の奥に現在子どもの広場という広場があります。まあ、既存の遊具なんかがあったんですけども、そういう遊具をそういうインクルーシブな遊具に変えていくという事業で、その範囲でございます。堀議員。でも その範囲だけですか。その、今この間確かに事業をされてました。桜道の横の駐車場の横の公園のところには遊具が新しく変えてありますけど、その下にも砂場のような広場があったんですけども、それは対象外なんですか。都市政策部長。都市政策部長。現在の子どもの広場は、まあ、2段になっておりまして、はい、その下側には大型遊具がございます。その大型遊具は、まだ数年しか経っておりませんので、そのまま活用しますが、その、路面なんかは
転倒した際にでも安全なようなゴムなんかを使った舗装に変えていく予定をしております。堀議員で、まあ、この地域 の、 散策コースということで私も不勉強で観光向け の、 パンフレットの中を見ますと洋さんの道が文学の小道、童謡の小道、哲学の小道がありまして、知らんかったらみんな知ってますよ言われたんですけども、で、まあ、童謡の小道は赤友荘の駐車場のところから上がっていくところに、まあ、童謡の小道、まあ、看板出ています。で、まあ、そこ上がっていって、で、そこがあります。それから哲学の小道はその横側になります。南川というかな、裾野のところなんですが、まあ、三木清の碑があるということで、まあ、哲学の小道というふうに付けられているんですけども、実はなんでこんな質問をしたかというと、近隣の人が辰野市じゃないんですけども、近隣の人が春桜の時期に行かれて、それで童謡の小道のところを歩かれたんですね。それで電話あって「江戸があるやんか辰野市は」って、そやけども最近手かけてないなと言われて、あ、そうです、僕も何回かは行ったことあるんですけども、まあ、最近は行ってないん で、 であそこも整備して通ればセンサーで動揺が鳴るようになってます。何箇所かあるんで、あそこも整備をしていって散歩コースなり何なりできるような状況ができたらいいかなと思うんですが、それはどうでしょうか。都市政策部長。ご指摘の通り路面なんかはやはりちょっと傷んでる部分もございます。やはり、まあ、そこの、同様の小道だけじゃなく、まあ、既存の施設を、まあ、今後ブラッシュアップしていきまして、さまざまな方が、まあ、居心地のいい憩いの広場となるように、努めていきたいと思います。堀議員で、まあ、哲学の小道、まあ、これは三木清氏の関係だと思います。で、実は京都の哲学の道も京大教授の西田喜太郎哲学者のがそこで歩いて試作にふけったということで哲学の道指定されて、その後整備されていったんで今は本当にもう観光地になってますけども、で三木清氏はその西田哲学の影響を受けてます。だから、まあ、そんな関係であそこ哲学の小道というふうに名前を付けられたんだと思いますけども、あそこも何かこうただ何かの英法整備するような方法はないでしょうかね。都市政策部長。まあ、既存の施設をリニューアルするというかブラッシュアップするということで、まあ、桜再生事業というのも並行して進めておりまして、まあ、老朽化した桜の植え替えですとか、まあ、空いている場所に桜やその他また、地元と連携しながら、もみじなんかも植えていくようなことも取り組んでおります。堀議員。で、まあ、あそこらへん公園のところへ観光に来られた、で観光に来られたときにちょっと休憩したいというところになってくると、やっぱり今のある赤友荘の、まあ、喫茶とかそれから桜道とかそういうところ入ってちょっと休憩 をされるんじゃないかなと思うし、我々年寄りも散歩し歩いとってもちょっと休憩したくなるときがあります。でそういう場所があの場所にも必要なんじゃないかなと思いますけども、この桜道移転が計画されています。で、まあ、赤友荘はちょっと今いろんな事業 の、 民間向けとかいうようなことで今検討されているわけなんですけども、桜道はもうこのもうすぐ移転が計画されておりますけども、そうなってきたときに今桜道で機能している部分はどうなっていくんでしょうか。産業部長。今おっしゃられてます、桜道の機能としましては、下川原倉茜そちらの方にですね、機能を移しまして、食事部分とかにつきましては今現在やっておるんですけれども、下の方に下ろすということで、いろんな民間の方が、食事どころをいろいろ作られておりますので、その部分だけ、その部分だけなくしまして、機能を下の方へ下ろすということになります。堀議員。まあ、食事のところがあるかわかりません。ちょっと年寄りはちょっと座って休憩したいんです。でちょっと、まあ、自動販売機もありますので、まあ、で屋根があってちょっと
日陰でのところで休憩したり、そういう場所も必要になってくるんじゃないかなと思うんで、またその跡地をどういうふうにされるのか、まあ、これからだと思いますけど、また検討していただきたいと思います。それから次に動物園の問題です。で、動物園まあ、このまま継続していくという状況なんですが、まあ、動物園としての手を成しているかなというとちょっと疑問を感じます。で、動物園ってその大きなとこにある動物園と同じようにするのはちょっと無理があると思いますし、で今の状況から見るともう何かと処分できたらなと思うんですけども、一つに課題となっているのが動物の引き取り先がないということでした。で、一番困っておられるのが、まあ、部長と話す猿の引き取り手がないという状況でしたけども、まあ、まあそれだけ置いてても他のところも整備してもいいんじゃないかと思って、動物園って小さな、私も孫を連れてあそこの辰野公園行ったりする、動物見に行ったりとかするんですけど、子どもたちが何を喜ぶか言ったら、まずは一つは何がどんな動物がいるかというのが一つあると思いますけども、それからもう一つはどんな関わりができるかということなんですね。で、今いろんなところで行われているのが餌やり体験みたいなのがで、シングソーにアヒルがおります。で、アヒルが5羽おったの、今2羽しかいないんですね。で、まあ支配人に聞いたら、いや亡くなったんやるんですけど、で、あそこへ孫を連れて喜ぶ、食パン持って餌やりに行くんですね。で、そんなんが子供は嬉しい、孫は嬉しい、子供は嬉しいんです。ですから、それで姫路の水族館なんかも鯉の餌やりのがあって、鯉のもちろん餌は買うんですけどもね、自動販売機みたいなとこから買うんですけども、そういうのがあったりする。だから今のところでこう小さな生き物との触れ合いに餌をやるようなことが実は小さな子供たちにとっては楽しみなんです。だから今の動物園の現状をどうしていくかというのは、またそれぞれ専門家の中で検討してもらいたいということと、それから費用の問題もあるか分かりませんけども、あのまま維持していくのはちょっと疑問を感じるんですけども、どうでしょうか。都市政策部長。まず餌やり体験につきましては、まあ、今の現状動物園の動物ではなかなか難しいと考えておりまして、今市民祭りでふれあい動物園を民間の専門家に委託してというような事業もやっております。で、今後の動物園につきましては、やはり今の動物園はおっしゃる通り、そういう大きな立派なものではありませんが、身近な方がちょっと来て親しみのある動物園として運営しておりまして、動物園だけでなくその周りにある、まあ、インクルーシブ公園、また童謡の小道とか、まあ、主演亭の方まで行って桜を見たり紅葉を見たり四季折々のことを感じていただけるような憩いの場の一つとして、動物園も続けて いけたらなと思っております。堀議員。まあ、しかしあそこ結構いい場所としてはいいところなんですね。だから猿以外の動物 もう少なくなってきてます。ヤギなくなりましたし、今羊がなんとか、それから、クジャクが 2,3 羽あるのかな。それから水鳥、水のところにはもうガチョウが何かな、ずっともカモがおったかな、なんかもう減ってきてるんですね。だからもしあれを維持するんであれば、それなりの数も必要になってくるんじゃないかと思うんですけども、だから今のままだったらもうあそこはやめて、例えば猿なら猿だけの置いてで対応するとか、で周り斜面なんかは場所的にいいんで、あそこ実はいろんな花を植えるとかね、これは一つの提案ですよ。芝桜を植えるとかいうような方法も、あそこは一つ、そうすると散策としてもいいんじゃないかなと思うんですけども、そういうこともまた今後検討していっていただきたいと思います。だから今のまま残していくことにはちょっと疑問を感じます。またその辺検討をお願いします。それから今度駐車場なんですけども、駐車場たくさん確かにあります。で、この間桜の時期にちょっと寄ったんですけども、グランドのところがもう駐車場になってました。で、まあ、グランドのところには警備員さんもおられて、まあ、案内をされてたりするんですけども、下の駐車場ね、下、たつの
クラブのとことか、それから河川敷なんか駐車場にした場合、料金取ってますね。だからその いつもは料金は取れないけども、その、季節ごと、春の時期とか、そのシーズン、秋のシーズンとかはその駐車料金も取っても縁違うかなというふうに思ったりもするんですけど、どうでしょうか。都市政策部長。市民グラウンドにおきましては、桜祭りのシーズンには今も現在駐車場として、使用していただいております。数年前までは有料として運営しておりましたが、たくさんの人に立つのに来ていただきたい、コロナ明けということもあってたくさんの人に来ていただきたいということで、現在は無料でやっておりますのでご理解いただきたいと思います。堀議員。シーズンになってくると大型バスも利用されるんじゃないかなと。で、上にも辰野公園の付近にも、バスの大型バスの駐車場もありますけども、台数はあれで足りているんですか。都市政策部長。現在赤とんぼ荘が閉まっている関係もございまして、あんまり上の方にバスが上がってくるということはありません。どちらかというと上で、観光客の方を降ろされた後、下の方の下河原とか上河原の駐車場に、下河原や河原町の駐車場にで待機して、また観光客を拾って出発するというようなコースも考えて設定しておりまして、そういう使い方をしていただければなと思っております。堀議員。播磨の小京都辰野、大観光都市では味わえない楽しみがこの辰野にはあると思っています。地元の人も観光客の人も一緒に楽しめる公園作りになるよう求めて質問を終わります。ありがとうございます。以上で本日の日程は終了いたしました。この際お諮りいたします。議事の都合のため、明日22日から26日までの間休会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって再を決しました。なお次の本会議は6月27日午前10時より会議いたしますので、よろしくお願いいたします。本日はこれをもって散会いたします。皆様お疲れ様でした。